皆さんこんにちは、リホです。今日は私がブランドディレクターを務めるレムクローゼットから初めてのバッグを発売することになりました。ということで早速ね、ご紹介していこうと思うんですけど、今回はかなりサイズ感とストラップの長さにこだわったバッグなので、ぜひ低身長の方はね、チェックしていただけると嬉しいです。では早速ご紹介していきたいと思います。じゃじゃーん、こちらです。この名前がミニエッグバッグです。ちょっとね、卵みたいにちっちゃいイメージをしてもらえるようにエッグっていう名前をつけました。かわいい。でここのね、持ち手のところがまず2つに分かれているので、物が出し入れしやすいっていうのと、かなりミニバッグになっているので、低身長の方でもコーディネートにバランスよく着ていただけるバッグになってます。で、なんといってもこだわったのがこちらのストラップの長さ。これはですね、もう本当に低身長の方は皆さん悩んでた方多いと思うんですけど、今回はかなりこだわって短めに設定しました。でもね、こちらは調整がしっかりできますし、ストラップを外すこともできるので、もちろんね、このデザインが気になった方とか、あとはこの大きさとかが、そのミニバッグがいいっていう方は、全然ね、低身長じゃない方も持っていただけるバッグになってます。かなりね、高見えするバッグなんじゃないかなと思います。ミニバッグなんですけど、実は容量は結構入ります。横の長さが22センチ、ここのマチの部分が10センチになります。ここは14センチぐらいですね。なので結構ですね、入り口は狭いんですけど、中に物はしっかり入るので、容量も兼ね備えているバッグでございます。でこちらにね、ちょっと私のちょっとオリジナルでステッチを三角に入れて、あえてね、こうちょっと分かりにくくしてレムクローゼットのロゴを入れてます。でね、こちらだけではないんですよ、実は今回スペシャルなね、ものもつけまして、こちらのミニウォレットがついてきます。ミニエッグバッグを持つときには、ぜひこちらのミニウォレットもね、つけて持っていただきたいなと思って、今回はそういう思いでこちらのバッグにミニウォレットをつけました。これもね、シンプルで本当にスタンダードで使いやすいものにしました。でこちらに小銭が入れられるようになっていて、こちらが三つ折りになっているので、お札が入れられます。でカードケースも入っていて、ここにカードケースと、あと内ポケットの方にもカードが入るようになってます。ここはね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、裏地はちょっとダークブラウンみたいな感じになってます。これもロゴはね、ちょっと分かりづらいんですけど、こんな感じでレムクローゼットっていうロゴが入ってます。防火なので、雨の日とかでも全然使っていただけるかなと思います。で底鋲もついてるので、机とかに置いた時しっかりと立つような感じのバッグになってます。ではちょっと実際にね、物を入れてみようかなと思います。今回入れるのは、まず私がいつも最近持ち歩いている折りたたみ傘。これね、なんだかんだね、持っておくと便利なんですよ。こちらのサングラスも入れます。この最近ね、必須なハンカチですね。ハンカチと、手洗いすると絶対必須なハンドクリーム。ちょっとリップを置いてないので、リップもね、全然入るスペースはあります。で内ポケットもついているので、そこにハンドクリームとかリップを入れるといいと思います。でこちらの最後にね、この財布を入れると、はい、ちゃっかり収まりました。こんな感じです。私はね、これに多分おそらくミニ水筒とか、あとはミニペットボトルを入れると思うんですけど、まだ入るスペースはあります。こんだけ入れてこの容量はすごいかなと思います。かなり使えるバッグですね、これは。
こんな感じの大きさ、実際に今日のコーディネートにちょっと合わせて見せてみようかなと思います。はい、実際に持つとこんな感じのコーディネートになります。肩にかけてもこの位置に来るっていうのが本当にすごいかなと思います。今までなかったですもんね、こういうバッグは。私が多分肩にかけるとおそらくこれぐらいになってたので、バランスがねどうしても悪かったんですけど、このバッグはしっかりとねここに来てくれるのですごく持ちやすいです。これが今私がこの設定している長さが真ん中の長さなんですけど、もちろんもう一個短くできるし、もう一個長くもできます。こんな感じのバッグです。もちろんこちらのストラップは外すことも可能です。これ手持ちでねこうやって持っていただいてもいいんじゃないかなと思います。では皆さん、おそらく一番気になってるであろうお値段なんですけども、こちらのお値段は1万2000円のプラス税になります。このミニウォレットもついて、このバッグもついてだとかなりお買い得かなと思います。ちょっと数量限定なので、これはぜひチェックしていただきたいアイテムだと思います。で、発売時期なんですけど、こちらは9月の上旬を予定してます。発売の情報についてはレムクローゼットの公式のインスタグラムで情報を配信してますので、ぜひそちらのインスタグラムでチェックしていただけると嬉しいです。今日はレムクローゼットの新作の撮影なんですけども、今回今このね、さっきコーディネートに合わせていたこちらのオーバーシャツとミントのパンツ、こちらが新作で販売されております。ぜひね、こちら8月末の販売予定なので、ぜひこちらもチェックしてみてください。アンクルテーパードパンツなので、ちょっとね前の販売されていた商品よりはちょっと丈が短くなってます。これもね、足首が見えるので秋カラーだけどすっきりして見えるのがいいかなと思います。で、このねオーバーシャツも絶妙な丈感なので、低身長の方にはおすすめのアンクルシャツになってます。はい、ちょっとね今撮影の合間なのでかなりバタバタの説明になってしまったんですけど、見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは今回も撮影の様子のおまけ動画をお届けしたいと思います。今回も新作の撮影とレムクローゼット初めてのバッグの撮影ということで、かなり気合が入っています。いつも撮影の時はまあ、クールな表情が多いんですけど、もちろんねカメラ外では笑顔です。いかにお洋服のポイントを伝えられるか、シルエットを伝えられるかが大事で、まあ自分が作ったお洋服なので、そういったポイントも抑えながら撮影をしています。この仕事をしているとあまり瞬きをしなくなりました。ミスショットを少しでも減らすためにカメラ慣れしておくのはすごく大事です。こんな感じで写真のセレクトをしたり、写真のチェックをしています。撮影チームがサポートしてくれているので、とてもスムーズに撮影は進んでいきました。レムクローゼットの新作が気になった方は、ぜひインスタグラムのフォローをお願いします。そしてこのチャンネルが良かったと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。松井里穂のインスタグラムも毎日更新しているので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。